就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。損害保険の大手4社が、企業向けの保険料について、事前に調整していたという問題は、業界全体に衝撃を与えている。これらの企業、すなわち、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、そして、あいおい日生同和損害保険は、企業向け保険市場で、圧倒的なシェアを持っている。この事前調整の問題は、独占禁止法の趣旨に反する可能性があり、少なくとも、100社以上が不適切な取引の対象となっていることが明らかになっている。影響を受けた企業には、エネオスや JR 東日本など、多岐にわたる業種の企業が含まれている。特に、契約更新前の試合時や保険料率の低下防止を意図した行為は市場の健全性や競争に重大な影響を与える可能性がある。金融庁は各社に対して報告書の提出を命じており、事態の解明を急いでいる。このような不正行為が行われていた背景や再発防止策についても各社の報告が待たれる。業界全体での信頼の回復と市場の透明性の向上が求められている。厚生労働省はエーザイの認知症治療薬レカネマブに関する薬価の設定議論を開始した。この治療薬は国内市場で年間1500億円を超える可能性があり、12月下旬までに薬価が定まる見込みである。通常の手続きに先立ち、中央社会保険医療協議会で薬価の基準を協議する。エーザイは薬価の算定にあたり介護費用の軽減も考慮するよう提案している。薬価が高額になる場合、患者の自己負担は高額療養費制度により制限され、数万円程度に抑えられると見られている。レカネマブは軽度認知障害や軽度の認知症の患者に投与が限定される。エーザイによればこれらの患者数は約380万人と160万人に上ると推計される。この新薬の薬価設定は国民の介護負担の軽減と認知症治療の進展に大きな影響を与える可能性がある。厚労省の慎重な議論と適切な薬価設定が期待される。エーザイの治療薬が国民の認知症治療に新たな道を開くことを願う。国の健康政策としても新たな治療薬の普及と国民の健康の向上が重要な課題となるであろう。将棋界において藤井聡太七冠21歳が第71期王座戦で永瀬拓矢王座31歳に劇的な逆転勝ちを収め、前人未到の八冠制覇に王手をかけた。第3局での劣勢を巧みにひっくり返した藤井七冠は、次局は内容を良くしたいと語り、冷静さを保った。この一戦では永瀬王座が独創的な雁木の戦型で急筋を制し、一時は主導権を握った。しかし終盤においては藤井七冠が鋭い攻防で逆転、永瀬王座のわずかなミスを逃さなかった。この逆転劇は将棋界に新たな波紋を投げかけることとなりそうだ。終局後、永瀬王座は次局に向けての準備を誓う一方で、藤井七冠も次局でのさらなる内容の充実を目指す意向を示した。八冠制覇がかかる第4局は10月11日に京都市のウェスティン都ホテル京都で行われ、注目を集めることになる。解説者の北浜健介八段も永瀬王座の序盤からのリードと藤井七冠の粘り強い逆転について言及した。この試合は将棋の駆け引きと戦略の深みを改めて世に示す一局となった。両者のさらなる進展と将来の将棋界への貢献が期待される。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。